続いてこちらも北海道は少し心配な状況になってきました新型コロナウイルスですが今日、全体では3000人を超えたんですね2か月ぶり今年2月17日以来の3000人超え3058人です札幌市もまた1000人を超えて1209人旭川市も300人近いですし十勝管内は356人ということで、まあ、北海道は増加傾向が明らかになってきましたね。この こ時間確認されているクラスターは一軒旭川市内の事業所ということです一方その増加傾向カレンダーをご覧いただきますけれども、えー、今日は3000人を超えてしまいましたずっとこの増える傾向が続いていますよねまあ、今週もまた先週1週間をどうやら超えるような勢いになってきてしまっています、えー、現状どういうふうに見たらいいのか札幌医科大学横田新一教授,教授に伺いました、えー 今10代以下あるいは30代から40代の感染が増えてるんですねまあ、背景には家庭内感染が今増えているんじゃないかということですさらに症状についてオミクロン株は喉の痛みや咳が特徴なんですけれども 熱がなくても可能性があるので発熱がなくても症状があれば外出を控えて医療機関に相談をした方がいいでしょうということですねまあ医療機関に相談というのは例えばかかりつけのお医者さんとかある場合にです、ね、まずで<で>電話をした方がいいです,ですね。まずは電話をした方がいいと思いますね、はい、医療機関への相談をま速やかにということですね